ウィリアム・トレバー・ローレンスは、アメリカ合衆国テネシー州、ノックスビル出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のジャクソンビル・ジャガーズに所属している。2021年の NFL ドラフトにて、全体1位指名をされ、ジャガーズに入団した。カレッジフットボールでは、クレムゾン大学でプレーしていた。2019年2018年に、 クレムソン大学に入学する。先発 QB、ケリー・ブライアントの控えとして1年目のシーズンをスタートさせたが、シーズン最初の試合では彼と同等の出場機会を与えられた。その後先発の座を定着させ、この年のレギュラーシーズンを無敗で終えた。ACC チャンピオンシップゲームで、ピッツバーグ大学を42の10で破り、プレーオフへの出場権を獲得した。クレムソン大学は、 プレーオフで2位となり、同年のコットンボールクラシックでは3位のノートルダム大学を30から3で破った。2019年の全米王者決定戦に進出し、アラバマ大学を44の16で破った。ローレンスはこの試合のオフェンス MVP に選ばれた。全米王者決定戦で先発した1年生 QB としては、1985年にオクラホマ大学で活躍したジャメルホリウェイ以来である。 このシーズン、全米最優秀新人賞とアーチー・グリフィン賞、ACC の最優秀新人賞といった数々の賞を受賞した。2019年のローレンス2020年シーズン、最初の6試合で1833ヤードを投げ、17タッチダウンにインターセプトを記録した。しかし2020年10月30日、COVID-19 の陽性反応が出たことにより、 ACC のプロトコルに従い10日間の隔離を受けた。復帰までに2試合を欠場したが、チームに復帰後、2020年シーズンから採用されたディビジョンレス方式において2位となり、クレムソン大学を再び ACC チャンピオンシップに導いた。その後、プレーオフの出場権を獲得したが、準決勝であるシュガーボールでオハイオ州立大学に敗れた。しかし、 この年の ACC の年間最優秀選手に選ばれ、さらに、ハイズマン賞の投票では、アラバマ大学の WR、デボンタ・スミスに次いで2位となった。ローレンスは、大学4年生には進学せず、2021年の NFL ドラフトにアーリーエントリー。2021年4月29日に行われたドラフトでは、フロリダ州ジャックソンビルに本拠を置く。 ジャクソンビル・ジャガーズに全体1位で指名された。ありがとうございます。